BMT ジャマイカ線はニューヨーク市のブルックリンクとクイーンズ区を結ぶニューヨーク市地下鉄ビーリビジョンの路線であるブルックリンのブロードウェイ線ラインと呼ばれることもあるウィリアムズバーグ橋からブロードウェイ上を南東にイーストニューヨークへさらにフルトンストリート及びジャマイカアベニューの上を等身してクイーンズ区ジャマイカに至るジャマイカ西部でトンネルに入り ジャマイカ中部でアーチャーアベニュー線の仮想線になる。JZ 系統はジャマイカ線全線、M 系統はマートルアベニュー駅以で運行されている。ジャマイカ線はニューヨーク市地下鉄の中で最長の高架路線で最古の高架区間であるゲーツアベニュー駅バンシックレンアベニュー駅間と最新の高架区間であるアーチャーアベニュー線に下る販路を含んでいる。 ブルックリンマンハッタントランジット社が運行していた頃は路線案内も東西方向で行われており、概ね実際の方角と一致していた。しかし、運行主体がニューヨークシティトランジットオーソリティになってからは、路線案内は南北方向で行われるようになり、BMT 時代の西が北、東が南に読み替えられた。このため、ダウンタウンブルックリンに至る。 BMT ナッソーストリート線では運行系統により南北が異なることになった。混乱を防ぐために BMT 東部地区では方向の反転が行われジャマイカ方面が北向になった。KK 系統と現在の M 系統はクリスティーストリート連絡線経由で IND6 番外線と接続しジャマイカあるいはメトロポリタンアベニュー駅が南端とされていたため 例外としてそのまま残された。ありがとうございます。